はい、じゃあ、まあ、少しその弁護士の業務の中でも話が出たんですけども、えー、少しこうキャリアコンサルタントの,の話へということでそもそも、えー、キャリアコンサルタント受けようと思えたきっかけというか、はい、そういういのは何かあります、えー、最初はですねあの私が懇意にしている会社の経営者の方から、はい、これからやっぱキャリアコンサルタントだよっ、えー、突然、<laughs> すごいな言ってくださったんですね、まあ。まあその社長の方ですからねあのなんかこうこれから何か勉強するとしたら何がいいですかねってそういう話をしてたんですよね。はい、そうしたた時にいやこれれからもキャリコンだよ大田君って言われたんですよで、まあ、この時は全然そのキャリアコンサルタントっていうものが何なのかもわからなくてですねでいたんですけれども、まあ、そうしたところですねなんかこう去年ぐらいからコロナになっちゃってはい、で 少し時間もできたんですよあなるほどまあそうでしょうね <laughs>、はい、であの時、ね、まず四五月にだいぶ裁判所が休みになって、はい、もう一気に休みになりましたからねで意外と弁護士でゴルフばっかりしてた人とか、ね、<笑><笑>ゴルフは大丈夫だとか言ってそういう人いましたね,たしねその時に、はい、あのそのタイミングでちょっとなんか勉強しようっていうので、はい、経営者の方と少し う,うねあのその経営者の方と話をしたのはだいぶ前だったんですけども頭の中にずっとありまして<ー>であちょうどいいからいい機会だからやってみようかって調べ始めたらどうやらこのキャリコンっていうのは私が本当に探していたまさにその資格だなっていうことが分かったんですよね。弁<ー>弁護護士士にに相相談談来る方ってのとしてて成り立つものを持ってない,とい,けないじゃないですかかなんです的な 色彩の相談とかですね、はい、でも実は私ってもう変な話ですけどののの飯よよりも人の悩みを聞くのが好きなんですよ<ー> <laughs> だから、はい、こう法律的な悩みを持っていない人の悩みを聞けるっていうのはあこれキャリコンすげえいいなと思ったんですね。で何かこうこんなん弁護士に話したらダメじゃないかって思われていた方にもですね文句を広げて 僕にぜひこう悩みを聞かせてくださいっていうそんな資格だなと思って勉強を始めましたねお<ー> <laughs> どっちかというとこうなんか障害持っているので、ええ、その自分の悩みを話すって方をやられてこられたのかなっていう気がしてたんですけど逆にこう聞いてきたっていう,うそうなんですよね経験っていうかそっちが多い、ねええ。これはですねまあ 私が誰かかに悩みを話すす機会が多いといいととうことの裏返しかもしもれないですよねあの私がまあ障害を持っていて弁護士になりたいっていう相談をしたりとかあとはなかなか弁護士に合格しないぞなんて相談を本当に山ほど相談をしてきたんですけどでそれによって自分がこう救われる経験だとか自分があこういうことに悩んでいたのかって気づ,い気づく経験とか。 そういういたくさんの経験をしてるんですよねそれがゆえに何かこうあ今度は自分が誰かの悩みを聞いてその方の荷物を軽くしてあげたいとかその人と一緒に歩きたいっていう思いを強くしたようなところがありますね。なるほどでえー、っと養成講座っていう仕組みが必要だっていうことをまあ、はいろいろ調べられて。えー、で、まあ ちなみに、こうレック以外も、なんか少しご覧になったりはしました、ね。あ、そうですね。一応ホームページでいろんな、その養成講座の資料を、うん。取り寄せたりとかですね。あの、ウェブ上の案内を見たりはしたんですね。だけど、まあ、私としては、あの司法試験を受けてた頃から、レックってのはちゃんとした。キャリ火力が持ってて。でも、こうね、<laughs> 司法試験業界との中では、まあ、きちっとした学校だという評価を受けているっていう頭がありましたので。 まあ、ここに行けば間違いないだろうなっていうのでもう一択だったんですけどね。まあ、確かに司法試験とか、そういう法律系やってた方で、キャリコンってなると、レック一択になる。かなってのはあります、ね。そうですよね。他のその法律系の予備校って、特にキャリコンやってるとか、ないはずなんですよね。ええ、ね。そうですね。実はあの時はですね。えー、電子データ。 PDF データで提供してくれたんですよね。そ,そ,そ,れそ,そ,れそれを読み上げで、読み上げでわかるわか,かるもん。あ、もちろんです。文字情報であればある程度読み上げによって理解できますので<ー>、えー、十分理解できましたし、まあ本当にこうなんでしょうね、こう図表だとか絵っていうのはわかりませんけども、キャリコンって基本的にはもう文章ですとかそういったもので勉強ができるので。 あのまあ、私もある程度の体系は知ってるんですけど多分意外と普通の受講生が一番苦手なのは、はい、あの労働法だったりとかいろんなこう支援のハローワークの仕組みだったり、えー、ああいう,こうまあ 法制度みたいなやつが、うん、まあ意外と苦手でそこは多分お得意というか、まあ、ある程度、<laughs> あらかじめ分から、ね、ないので貯金で何とか乗り越えられた分野ですね <laughs> なんかここは難しかったなっていうところってありますす <laughs> そうですねやっぱりあの理論でしょうかキャリアの理論とかカウンセリングの理論とかものすごいこうたくさんの理論が出てくるわけですよね。 で、基本的には、その外国の方の名前が多くてですね。うすねこうロジャースだ、<laughs> スーパーだとか、なんかいろいろ。知らないような名前と、知らない量がたくさん出てくるというのがですね。最初のうちは、それが大変でしたね。なるほど。<laughs> そういう理論って、今、なんか役立ってる部分ってあります。か、はい、えー、っとですね。やっぱありますよね。例えば、こう。ロジャースのカウンセリング。需要共感、自己一致っていうのは。 これまでまあ弁護士やる中でも依頼者の話をちゃんと聞いて依頼者に寄り添うということは意識をしてきたはずなんですけどもそれはあくまで我流だったんですよね。ですからあのちゃんと体系だった学問としてカウンセリングとか、まあ、キャリアとかですねそういったものを勉強することができて私が弁護士として相手の話を聞く聞き方もきっと変わったはずです。<ー>はい、そうか まあ確かにクライアントって言いますもんねそういう意味では、まあでね、同じといえば同じ、えー、やっぱりあれですよね弁護士におけるクライアントっていうのは、はい、どっちか弁護士が上に立ってる前提でうクライアントの悩みをいかにこう法律的に組み立てるかっていうそ、はいはい、そっちでですすもんね、はい、そうですねうキャリコンの接し方とはだいぶ違いますよね。違いますねやっっっぱりそれれがが最初私もちょっとこう慣れない部分があって 弁護士ってある程度こう答えを出してあげないといいとけなな部分もああるんですよねあのあなたの言ってることは法律的にはこういうことで結果的にこうなりますよっていうことを弁護士の側から指し示してあげる必要があるんですけどもキャリコンは逆にこう答えを出さないというかですねまあ相手に選択肢を示すことは示すけども結局クライエント自身が考えて答えを見つけるその伴走するというところがありますので。 つついついですねキャリコンをやりながらもですねこれはもうこう,こういうことだからこっちが正しいとかって言いたくなってしまう部分も最初はあっったんですねねやっぱり、ね、今その、まあ、まだ捉えたばっかりですけども、はい、こういう,こうクライアントというかこういう業界の方とか、はい、こういう年代の方とか、はい、なんか支援したいこう対象の方って何かイメージされてるものってありますか そうですねやはりまあ私自身が障害を持っていますので、うん、できれば障害を持って今、仕事を探しているとか、はい、あとは、会社のの中でうううままくいいいいっっててななんだとととそ方支援がしたいなと思ってますねあとはまあ障害に限らずですけれどもその私が弁護士として顧問をしている会社の中にですね、はい、これまで弁護士としては関わることができなかった悩みって山ほどあるなということが最近分かってきたんですね。うんで 顧問先の会社にも手当たり次第にキャリアコンサルトを取ったので、はい、これまでこう相談できなかった悩みきっとあるでしょと <laughs>、うん、だからそういう人紹介してくださいって言いまくってるんです今ね。そうすると結構次から次から出てきてくれて<ー>で、まあ、これまでその、まあ、顧問弁護士にこんな相談できないよなって多分敬遠されていた部分があの私にこう届いてくるようになったんです。でそれ何,何がいいかっていうと 会社全体をよくするヒントがすごくたくさん含まれていてうで私がこうキャリアコンサルタントで話を聞いた後に、こに人事の方とかです、ね、社長さんとかに「御社のこういう問題があるんじゃないですか」って話をすると「あ気づかなかったありがとう」って言ってくれてで、まあ、顧問弁護士としてのなんかこうちょっと格も上がっていくみたいなんですねいい循環がなんかできつつありますね。 今えそういう形で顧問先に行く時はもう顧問料の範囲内でやってるって形なんですかこれがですねなかなか難しいんですけど <laughs> 今のところはまだ弁護士の,あの法律顧問としてのお金でやりますよって言ってるんですね<ー>でこれをどうやって「キャリコンだからあと5万円値上げしてくれ」とかって言えるか <laughs> <laughs> というのがですね <laughs> ちょっとこれからの課題ではありますね。 今までそのいわゆるこう法律相談みたいな形で顧問先に行かれることはあったん大体、はい、いいまあ人事の方とか法務の方から私のところに電話がかかってくるんですよねう,うちの顧問の弁護士にっていうことで、まあ、今度なんか解雇したい社員がいるんだけど<ー>法律的にはどうですかとか <laughs> あとはそうですねこういう契約書を結ぶんだけどどうですかって言って向こうから電話が来るのを待っていたわけなんですね。 それが今は先生の方から<え>まあ行きますよって言ってまあ売り込んですっ、まあまあはいえとで現地に行ってるというよりは Zoom とかそういうあのオンラインでやってることが多いんですけどもまあなんていうか待ってるは待ってるんだけどもでも本当にそのんこれまでは本当に法務部と人事部の人しか話し相手が相談してくる方いなかったけども今ではもう。 本さまざまな分野のさまざまな方からちょっとねこんなことを相談していいか分かんないんですけどって言ってご相談いただくことが増えましたねその相談ってのは何か,コロナとか影響しててるって感じられますよ、ね、そうですね意外とそんなにコロナに特化した相談っていうのはなくって、うん、まあ普遍的な問題ですよね。 例えば部下のパフォーマンスが悪いんだけどどうしたらいいかとかですね、はい、あじゃあ別に自分の今後のキャリアというよりは、えー、働き方というかその働いてる上での悩み全般というおっしゃる通りですねそういう形なんですね、えー、そう自分がこれからどうしたいかっていうのも中にはありますけれどもそればかりではなくって結構やっぱマネジメント層からの相談が多いんですよね<ー>今自分が見ている部門でこういう社員がいるけども それはどうやって取り扱ったらいいのかどうやって接したらいいのかっていうこととかあとは、まあ、これからこう,こういう新しい業態に、まあ、新事業を立ち上げたいんだけどもそれはこう会社の中でどうやって根回していったらいいのかとかですね意外と幅広い<ー>もう私もそういう宣伝をしてるんですよね<ー>キャリアコンサルタントっていうけども別にキャリアに関しないんですよ。キャリアってそもそそももも人生そのものなんだから 人生に起こる、あらゆるトラブル、あらゆるお悩みをぜひ。話聞かせてって言っていますので。そうするともう、本当にたくさん来ますね。うん。では、本当に。あれですね。い,いわゆる。職場における人間関係全般って考えればいいってことですかね。もう。人間関係に限らずですけどもね。うはい。まあ、あの夫婦関係の悩みも時々。 あそこはやっぱりどっちか弁護士としてってまあでもやっぱりね多分顧問弁護士にはなかなかちょっとうちの旦那との関係がとかって話はしにくかったんじゃないかと思うんですけどキャリコンっていうですね間口が広くってなんとなくちょっと柔らかそうなうあの相談ができるという窓口があるということから多分話をしてくれるようになったんじゃないかと思いますね。 うんまあ今うちの受講生で合格された方もまあいろんなあの職歴の方いらっしゃってまあハローワークにもすでに勤めてるとか大学の,その就職部キャリアセンターにいられるとかっていうもともとそういう相談が来るあの現場で働いている方もいればまあ普通の,あの事業会社で普通に営業マンやってるとか全然人事とも関係ないところでやられてる方も全然両極端にいらっしゃるんですけど。 今のこう、小田さんのイメージだと意外とそういうちょっと人事じゃない人も今回キャリコン取ると本当にその職場の中でいろんなこう。まあなんですかね。こう相談相手みたいなポジションを作れるんじゃないかっていうことですか？おっしゃる通りですね。その資格を取ると。まあ、自分っていうのはこのこの大子田っていうのは？ なんか人間に関心があるんだなとか<ー>人間関係とかにすごく関心があるんだなっていうことをですよねですから会社の中で、まあ普段は全然関係ない仕事をやってる方がキャリコンを取ったということがもし周りに分かりますとどうやらこの人は人生のデザインとか人間関係とかにすごく関心があってそのことについては話をしても大丈夫な人なんだなっていうことが何でしょうかピーンとこ 周りに発信できるようになると思うんですよね。なるほどね。で、それがやっぱり、こう資格を持つということ、の一つの意味ではないかと思います、うん。その。人間にちゃんと関心を持ってるよっていうのを、うんうん、こう。まあ、本当は弁護士も。それをアピールすべきだと思うんですけど。ええ。す、ええ。こう、どうなんですか、ね、こう。まあ、今日見てる方、はどっちかと,いうとキャリコンを取ろうっていう方が多いと思うんですけど。ええええ、まあ、仮に、こう、弁護士の人へのメッセージとして。はい。 こういう、まあ、みんなにキャリコン取れたら言いづらいんで。はい、こうした方がいいよっていう、なんかアドバイスってありますかね。うん。これから弁護士をしていて、キャリコンを取ろうかどうか考えている方に対してですね。えっと、まあ、そこまで限定。はい、そこまで言っても、もうキャリコン取った方がいいよってなると思うんですけど。<laughs> え,え,ええ。まあ、キャリコンまではちょっと考えてないけど。ええ、弁護士として、少しその。レベルアップしたい。ああ、なるほどね。そうですね。まあ、私としては。 やっぱりですね、まあ、これはキャリコンの戦利もつながっちゃうんだけども弁護士ってどちらかというとマイナスをゼロに持っていいく仕事が多いんですよさっきの交通事故であれば怪我を負ってしまったのを損害賠償をしてもらってゼロにするとかうそういう仕事が多いんですけども何かゼロをプラ,プラスにする仕事それにも関心を持つといいんじゃないかなと私は思っていて<ー>まさにキャリコンって。 今ある自分の財産をどうやっててプラスにつなげていくかゼロをプラスにしていく作業仕事ですからね、うん、そうすると結局のところマイナスをゼロにする仕事もできるしゼロをプラスにする仕事もできるしすすごくこう幅が広がが広るような気がいたしますあとはその別にキャリコに限らずですけども何かこう弁護士以外の資格を持つっていうことで個別化なんていうかな 特性をアピールできるというかうもう最近弁護士で全然珍しくなくなっちゃったじゃないですか <laughs> 残念ながらあの本当に何て言うのかなただ弁護士であるっていうだけだとこの人は何がしたい弁護士なのか何ができる弁護士なのかっていうことをアピールできないような気がするんですね。で例えば弁護士でキャリコンを持ってるっていうことが分かるとあやっぱりこの人は何かこう人間にすごく興味があって人間が好きな弁護士なんじゃないか じゃあ私の悩みも聞いてくれるんじゃないかな。そんなアピールができる手段になるんじゃないだろうか。私はそんなふうに思うんですね。なるほど。えー、じゃあ今度は逆に、はい、キャリコン今持ってる方とか、えー、まあ今からじゃあまあ目指そうって方も含めて、えーえー、こういう考え方というかうんその姿勢が必要だよっていうそういうアドバイスってありますか、ねはい、キャリコンを持っているか目指そうとしている方への アドバイスですか、はい、あ、そうですねこれは自分自身を見つめ直すいいきっかけになるのがキャリコンだろうと私は思ってるんですん結局他人の人生を考えるためにはまずは自分の人生を振り返って自分にとっての転機は何だったのか自分にとっての根本的な柱は何なのかとかそういうことがわからないと多分他人の話をちゃんと聞けないんですよねうんですから まあ資格を取るということが一つのゴール,ゴールではあるんだけどもそのゴールに至る過程で自分っていうものは何だったのか自分が本当に大切に考えているものは何だったのかということをもう一回思い直す思い直す捉え直すきっかけになるそんな資格だろうと思ってますねうんそういう資格は確かにあんまり世の中にないね,ねそうですよね。 まあね、終活っていうかあの終わる方の活ってあるんですけど、あれもよくこうエンディングノート作ってみようとか、はいはい、あと自分の今までの人生の中でお世話になった人をき、えー、書き上げてみようとか、なそういうのに近い感じなんですかね。あ、まさにその通りだと思いますね。そのキャリアコンサルタントの勉強をしていく中で、その自分の人生のチャートを作ってみたりとか、えー、その時自分が ど私もこの勉強しなかったらそんなことは多分しなかったでしょうしそのことによってあ自分はなんかずっと昔から何か人間が好きだったんだなとか昔から何か悩みを相談されることに生きがいを感じてたんだなとかっていうことが再発見できましたしねいい機会でした。 このまさかよく出てきてるその人間への関心、はい、興味自然と持ててる方はいいと思うんですけど、はい、なかなかそこがこう何ですかね踏み出せないっていうか、えー、こう自分の人生を振り返るのもつらいとか、えー、なかなかこう人の話をこうしっかり 聞くのも難しいとか、はいまあ、いろいろこう、まあ、コミュニケーションの問題なんで、はい、苦手な人ってのもいると思うんですけどなそういう方へのアドバイスって何かありますか、えーはあなるほどそういう方にはですね自分一人で自分のことを考えるってすごく難しいからやっぱり誰かに話をする中で自分自身がこう相手の鏡に映った自分を見,か見るような形でですね 自分を分析していくことがすごく有効だと思いますしうん、そうですね何か誰かに話をするのが苦手だっていう方はこれまでにいい聞き手に巡り合わなかったのではなかろうかと思うんですん誰しも多分ですね本一冊分ぐらい書けるような自分の内面や物語を持っているんですよねで、それをちゃんと受け止めてくれる上手な聞き手に巡り合えれば 誰でもいい話し手になれるしコミュニケーションを深めていくということは十分可能ななんじゃないかと私は思ってます大津さん自身はその伴走者ってのどのうですそねやっぱその時代その時代で違いましたけども、うん、私の場合はまずはですね母親だった気がするんですよね。うん、なんか うんまあ私さっき申し上げたように小学校六年生で全盲になったんですよね、うん、でまあ本当に突然いろんなことができなくなってしまったわけですよ本も読めなくなったりとか、うん、外を自由に歩くということも難しくなってしまったで何かこうそんな自分を周りに見られたくないななんて思いもなっちゃったんですけども、うん、そんな時にこう母親がそばにいてくれて全然大丈夫だよみたいなね。 全くこう僕自身は何の変化もしてないというか本質は変わってないんだから今まで通りでいいんだよっていうことを常に何かこう伝えてくれていたような気がするのでそれが一番大きかったような気がしますね。お母さんん自身もも多分ショックだった<え>と思ううででですすけどそりゃそうですよねうでもまあ うちの母のすごいところは子供の前ではそれを見せなかったですね。えー、というところで、えーまあ、この後もちょっと話が出るかもしれないですけど、はいまあ、もうすでにこうキャリコンとしていろんな会社のこう従業員の方とお話しててるっていうのはある意味ちょっと驚きだったというか <laughs> そこまでなんかまだ取ったばっかりってイメージだったので <laughs>、はいはい、ちょっとそこはすごいなといや多分ででもあれですね取った直後に言わないと。 なかなか次に言うタイミングはないかもしれませんよね。<あー> <laughs> 今取ったんでどうですかって言った方がなかこうね<の>いいかもしれません。そもそも、えー、あの先生にキャリコンっていうのを教えてくれた経営者のところにも行ってるってことだ、はい。言いました言いました。<ー>そしたらですね、まあその会社の中にもキャリコンがいるからうん、うん、キャリコンとしての仕事はすぐにはないんだけども、うん、今度新入社員向けの研修をやるからそこで講師やってくれって言われてラッキーみたいなですね。<laughs> <laughs> そんなこともありましたね。 それはなんかこういういいテーマ話しししてほしいとかかかありました、ね、まあ基本的にはですねやっぱり会社に入ってどういうふうにして自己実現していくのか<ー>そういったこと、まあ、キャリコンにも相通ずる部分ですけどもそれを私のこう実体験とか人生と絡めて話をししててくださいって言われましたね練習っていうか何、はい、か講演するにあたって何かこう,うあのそれこそボイストレーニング受けたとか何かあります、えー 特に講演に向けてっていうのはやらなかったんですけどもあの弁護士になった後にですねやっぱり目の見えない弁護士ということでなんかみんなが不安になっちゃうなって感じた瞬間があったんですよ。<ー>である時ですね「こうあ先生目が見えないですか目が見える先生に代わってもらっていいですか」なんて言われたこともあったんですよね。 <で>あそれだから、はい、全然そういう先生だと思わずに飛び込みできた依頼者っ、ええええ、そうですそうですかな。でこれはまずいなと思ってうどうすれば目が見えなくても相手に信頼感を与えられるかっていうことは意識的に勉強したんですね。<ー>で結果的に私が学んだのはですね、はい、まあ人と人の関係ってなんだか鏡写しのようなところがありましてう相手にこう自分を信頼してもらいたいとか。 理解してもらいたいと思ったらば、まずは自分が相手を信頼するとか、相手を理解するように努めると、それが相手にも伝わるんだなっていうことを、なんか経験の中で、またいろんな本を読む中で学んできたんですね。ですから、必ず初対面で誰かに会う前には、まずは相手を信頼しようと、相手を理解するよ、治療と努める。それをこう心するようになって。 すするとと不思議とですね目が見えない弁護士でもある程度最初から信頼をしてもらまあよくあのそれこそさの新入社員研修の話もそうですけどやっぱり第一印象が大事なんだと、はい、もう本当に最初の挨拶するその3秒それこそアイコンタクトとかっていう言葉を使っちゃうぐらいで、はいはい、その最初の相手とのこう ファーストインプレッションをいかに作るかみたいな話を、ええ、そこが信頼感の第一だっていう話をよくしちゃうんですけどだからそういう意味ではちょっとこう不利な弁があるなと思っちゃう部分があって、はいはい、それでも本当にその初めて来る方ともしっかりとそういう信頼関係なり何、はい、かしらこう話していいなっていう環境を作れてるってことですよねねそ、はい、そう思う思んでですすすよれはごいね。<laughs> やっぱり、まあ、私からするとこうう初対面だとこちらからボールを投げまくるんじゃなくてまずは相手のボールをどんなボールが来てもキャッチするあでこいつは結構なんかキャッチ力あるなみたいなですね <laughs> それを分かってもらうことが結局は信頼関係につながるような気がしてますね、まあ、よくね、あのー、普通の弁護士さんだと。はい まあこうロップを出してみたりとか話しをこうしてマウンティングっていう言葉があるんですけど俺の方がすごいんだみたいにやってなんか作る場,を場の雰囲気を作るんですけど、えーえー、そういう感じじゃないですよね、えー、もうキャリコン取る前から何、まあえー、て言、ね、うんすか同じ平面でというか、はいえー、私のスタイルとしてはそうですねやはり。えー、で結構これは成功してるなと思うのが。 あの私のところに来た方でですね、まあ他の弁護士のところに相談に行ったんだけども全然自分の話を聞いてくれないんですよっていう方が本んにたくさん多いんですよね。うんでましょうがないから別の弁護士っていうことで私のところに来て話をしたら、まあ、どうやら私はたくさん話を聞いてくれると <laughs> ういうことで心を開くっていうケースがすごく多くって。 でやっぱりいい弁護活動をする上では相手の心を開かせるそして相手にこう自分で語らせるということが大切な気がするんですね結局弁護士って代理人だから本人にはなれないわけですよねでいい代理人になるためにはできるだけ相手の事情とか相手の気持ちを分かっておくということが大切なんじゃないかなと思います うんいや本当耳が痛いっていうか <laughs> なかなか本当あれなんですよねこう、まあ、あの社長業って意味ではなかなかこう自分から指示を出しちゃうことが多くてよくこうマネジメントでもフォロワーシップとか要は自分がリーダーとして引っ張るというよりはうん周りにこうついてきてもらう、はい、そういう概念もフォロワーシップ ののリーダーダシップっていうのかな、えーえー、いう概念もあるんですけど、えーえー、なかなかこうできてないなというか、えー、なんかこうあのまあなかなかこうねあの実際にはもちろん現場の方がいっぱい知識を持ってる部分はあるんですけど、えー、どうしてもこう現場がその去年やったことをそのままやるというよりはこう,こういうことを変えてほしいっていう場合は、はい、こうどうしても上から言っちゃうみたいなところはある、えー、もあるんですけど、ね。えーえーえー